ツッコミゴロデです。どうも。まあ最近動画撮ってないけど、路上ライブが忙しくてね、それはすまんけど、明日から別荘に行くことなんで、今日は最後 のシドニーにいる日、まあクリスマス前ねの最後にシドニーにいる日なんで、クリスマス前のシドニーちょっと見せてあげようと思って、そしてクリスマスの買い物もしなくちゃいけないから行こうか。クリスマスみんな家族みんなプレゼント買うんでめんどくさい。何がいいかな。なんて言うんだっけ、ここ忘れた。いや、ここブランド品とかそういうのばっかりで高いんで、あんま入らない俺。今年家族全員帽子買ってあげようかな。ジョージストリートです。クリスマス風の何かがあります。よかったね。街中にプレゼントが置いてあって、飽きたらコンクリートをもらいます。こういうものコンクリートもらいます。QBB があります。なんかその中にでかいクリスマスツリーがあるらしくて、ぜひ拝見させていただきたいと思います。日本語が下手でござる。今日暑い。クリスマスといえば夏だね。見えるかな。これだよ、でかいクリスマスツリー。あれ見えた。これです。でかいよな、やっぱでかいよな。いいんだよ、こっちのクリスマスツリーはね、日本と違って。なんじゃ。なんかこういう階段登ると必ずディズニープリンセスの気分になるよね。しっかり押さえてくれてるな。いいですね。
で面白いチョコが売ってますんで、プレゼントにはいいかなと思います。ほら本物みたい。でもチョコでございます。仕事の途中にお腹空いたらそのまま食べれますんで、はい、おすすめであります。大量のチョコじゃない？食べようとしたら結構あるやん。ねえ、買い物で疲れたからケバブ食べます。エッピングまで帰ってきちゃった。なんかシティで動画終わらせようと思ったんだけど、急に雨降ってきて大変だった。ただ電車乗ってきてエッピングに帰ってきました。で明日から別荘行くんで、まあ動画どれぐらい作ってあげることができるかわからないんで、あのすごい別荘のとこ電波悪いんだからネットが繋がらなくて大変で、まあ動画作れたら作るで。じゃあね。雨やばいよ。雨はやばい。